中。こんにちは、仰天ゆりなです。こんにちは。こんにちは。今日はね、ちょっとお稽古があるんですけど、お稽古の前なんかね、お稽古が何時に終わるかちょっとわかんないんですよ。そう、なんか予定だと今日日本通し稽古やる予定だったんだけど、なんかそれ変わって今日通し稽古した後に抜き稽古するんだけど、その抜き稽古をさがなんかどれぐらいに終わるのかとかがちょっと分かんなくて、その人によるじゃん、その出るシーン出ないシーンとかさあるからさ、分かんないから、まあ、ちょっと帰ってくる時間分かんないので、だったらもうね先にショールームしてた方が、まあ、安心じゃないですか。なので先にねショールームをやっちゃおうと思って、ちょっと昼なんですけど先にやらせていただいております。はい、今日はショールーム毎日アイドル 6周年らしくて、はい、6周年らしくて、早いですね、6周年かって感じなんですけど、いや早いことはないか、長いわ。長いんですけど普通に、6周年ですね。なんやかんや高3からやってるんで、マジなんやかんや、まあ、本当はもっとやってるんですけど、続いてるので換算すれば6周年ということで、いやー長い、長いんか長くないんか分からへんけど、でも芸歴10年目なのね。10年目って考えて、ショールーム毎日アイドル6周年って考えて、まあ、本当はもっと高3だから第1、第2、第3、第4で23、24でしょ、6周年以上か、ちょっと数えられないんだけど、あ、7周年ぐらいかなんだけど、なんかそう思うとさ、なんかほとんどショールーム やってんだなと思ったらさ、ちょっとさ怖いよね、なんかそんなにあれやってたみたいな。マジで不思議な気持ちだわ。なんかそこまで感覚なさすぎて笑った。そう、うん、そうなんですよね、びっくりびっくりなんだけど。マジどれぐらいの時間をショールームに費やしてんのかな、超気になる。すごい時間だろうね、すごいと思うよ、すごい、もうなんかもはや計算したくないレベルかもしれない。計算したらなんかすごすぎてさ、もはや逆にさ計算しない方がいいんじゃないかって思うよね。でもなんかさ、もはや逆にさ、まあうちがこんだけやってんじゃんってさ、もう皆さんもさショールーム視聴記録みたいなんてあるじゃないですか、皆さん側にも。なんかそれでさ、本当に初期の頃から見てくださってる方ってまあ本当に少ないと思うの、初期の頃から見てくれててみたいな人って本当少ないと思うのね。なんか本当どれぐらいなんだろうってめっちゃ思うわ。
そう訪問回数。第1回からの訪問回数者もしてる人はさ、どうなんですかね。あの昔のファンの人ってもうどっか行ってる人が多いから、なんかどっか行ってなくても、まあ、細い応援してくださってる方はあのいらっしゃいますよ、もちろん。そのなんかすごいずっとこう熱狂的というより、まあ細く応援してますみたいなとかもやっぱいます。なんか例えば1回離れましたとか、まあなんか、うん、まあなんかそういう感じの人とか、まあ込みですれば全然いるんですけど、なんかもうずっとガチで本当にもうなんかどんな時も絶対にみたいな人はいないと思う。それはだってさ、さすがにファンの人だってさ、ファンの人仕事してるからさ、なんか飲んだ時も絶対にって絶対無理じゃん。だって私たちさ、エイトとしてさ、いろんな県に行ってたわけじゃないですか。さすがにね、仕事しててさ、北海道行ったりとかさ、沖縄行ったりとかさ、知床とかさ行くわけじゃん。だからどんな時も絶対に会いに行ってますっていう人ってマジいないと思う。普通に無理。普通に考えて無理。まあ、将来毎日アイドル始めたんが高3だからね。そうそうそう。マジ懐かしすぎるわ。なんかさ、このさ、私がショールームのさ途切れた日数はさ、こう私の毎日アイドルのカウントには入ってないじゃん。でも皆さんの訪問回数のとこにはもう入ってるわけじゃん。とかってなるとさ、どうなんだろうね、どんな感じなんだろう、ちょっとめちゃくちゃ思うんですけど、どんな感じなんだろう。まあ私ね、まちまちだからな、やってる時間マジで。マジでなんか決まった時間とかにやってないの、まあちょっと無理なんだけど、さすがにそういうそれはちょっとさすがに無理だし、まあ、しかも755がなくなっちゃったからさ、あの今から配信しますとかのつぶやきも一切さしてないから、マジで本当にショールームの通知がなかなか来ない人って多分今だと結構見逃しちゃうみたいな、え、やってたのみたいなってなりそう。そう、私さ毎日やってるから、ツイッターでさもう毎日さショールームしますってさもうつぶやかないのね。たまにしかやるわけじゃないから、そうだからさつぶやかないからさ、マジでシピゴーンってさ通知来ない来ない、不具合の時さだとさ、マジでさあれだよね、一応なんかさショールームうちいつも終わる時とかにさ、明日はさみたいな、何時ぐらい昼にしようと思う、夜にしようと思うってさ言ってたりとか、まあ、あとさプラメとかでもさ言ってたりするんだけどさ、なんかやつやらない、ツイッターやらないショールームしますとかも書かない私のこだわりですね。そうそうなんですよ、だからそう、そうなんですよ。逆に755の土も来なかったんだ。もうちょっとダメだ、ダメだね。シャーマーあれだね、ダメだね。そうだからね、まあそうなんですよ。まで、あ、ね、そう6周年。でね、そう私さ、まあ、今日6周年なんだけど、まあ、今日お稽古もあるし、まあ、なんかその特別に何かっていう配信はもうしなくて、もっとこんな感じのまあいつも通りの配信しか、まあ、ちょっとしてないんですけど、特別配信をね、
実はやらせていただこうと、本当は今日がそうなんですけど、まあ、今日お稽古的にももともとね、私今日お稽古終わるの本当9時過ぎとかだったんですよ、予定だとね。だから絶対無理だって なったから、まあ、ちょっとね稽古スケジュールが変更になったんですけど、結局だけどもともとねそういう予定だったから、まあ、その当日に特別のショールーム配信をするっていうことができなくて、まあ、後日改めてやりますってことをファンの人に言ってたんですけど、そう、ね9月の20もうちょっとなんですけど、9月の25日にショールームの特別配信やります。なんか今回まあちょっとあれなんで、なんかちょっと配信の方でってちょっと言われたので、今回そのファンの人が来てとかっていうのは残念ながらできないんですけども、いつもやってる私がスタジオでファンの人が配信見てるっていう方にはなってしまうんですけども、25日の19時からですね、19時からはい、配信を、やろうと思っています。25日、そう、舞台の直前なんですけど、そう、25日が唯一の休みなんですよ私そうなんです。26日からもう小屋入りしちゃって、27から本番で24まで最終稽古やってて、25が唯一の、オフ日なんですよね私の。そうなんです、最近こう休みがずっとなくて、25やっと休みなんですけど、まあその休みでっていう、ちょうどねそのスタジオの時にも25日が OK 空いてるということだったので、25日に特別配信を19時からねやりますので、よかったら見てください。またなんかプレゼントとかも、前ショールームの時に配信時に見せたやつとかをプレゼントでお渡ししたいなと思うんですけど、前まではねすごいたくさんの方にプレゼントできてたんですけど、まあ、その一個前の時からちょっとまあこれはねあれでいろいろな事情があり、こう先方さんからそのショールームのランキングの、何位までの方っていう風にされてて、で今回もっと少なくなってしまってですね、今回聞いたんですよ、なんかプレゼントとかってファンの人に渡せるんですかって聞いたところ、ショールームのランキングの上位3人の人にしか渡せないって、言われてしまって、前回よりも人が渡せる人が少なくなってしまったんですけど、まあもうこれはね多分他のメンバーもショールームの記念配信やってたと思うんですけど、もう多分そこでね多分上位3名の方っていう風に言ってんのかやってんのか知らんけど、プレゼント渡してんのか知らんのですけど、多分言ってると思うんであれなんですけど、まあ最初にねとりあえず、まあ最初に言っておきます。もうそう聞いた ところ上位3名の方のみっていう風にさせてもらってますっていうお返事をいただきましたので、まあその特別配信、ま、今回またちょっとちょびっとなんですけどね、用意そんなにあれですけど、ちょっともう時間がなくてですね、なんか前回みたいにめっちゃ物を買いに行ったりとかが本当にちょっとできなくてですね、本当ちょ休みないし、マジで1日稽古とか結構今日たまたま遅かったんですけど、今日も本当はね午前中からもう稽古で夜までだった予定だったりとか、こうちょっとなかなか買いに行けたりとかしてないんで、そんな豪華じゃなかったら、前回の時めっちゃ豪華だったの、今回のやつすっくねケチンボとか思わないでくださいねもうこれは私のご好意で、皆さんに感謝の気持ちをっていう意味を込めて、自分がこう自分でね買ってこういろいろさせていただいてるっていう感じなので、本当にお気持ちで、本当にちっちゃいお気持ちで申し訳ないんですけど、お気持ちっていう風に受け取っていただけたら
嬉しいなっていうふうに思っていますので、はい、そんな感じですね。なのでまた後で夜にまたツイッターの方にはそのショールーム特別記念配信しますっていう。いうのはツイートするんですけど、まあ、ちょっと先にね今日今配信見てくださった皆さんに特別配信しますよっていうことだけ先にお伝えさせていただきました。はいはい、なのでまあよろしくお願いしますっていう感じですね。はい、そうですね、そんな感じですね。私からのお知らせは、あ、カラオケをねしようと思ってるんですけど、マジ何の歌を歌うか全く決めてなくてですね、何の歌を歌うかマジ決めてないのと、あと歌の練習する余裕がなさすぎてちょっとやばいねっていう、もうシンプルに、はい、歌の練習する余裕なさすぎわろたみたいな、うん、ちょっと何が歌えるかもぶっちゃけもわからないですし、ちょっとマジ何歌おうか何にも決まってないですね。決めないとやばいんですけど何にも決まってない。逆になんかやってほしい楽曲とかありましたら何でつぶやいてもらおうかななんかありましたら、うん、何やろね、何でつぶやいてもらったらいいんやろ、わからんわ。ちなみに AKB の歌しか歌えないですからね、言っとき、皆さん AKB の歌しか歌えないことをお忘れなきようアドバイスくださいね。まあそれを歌うか分からないですけどね、参考までに何か何かしらの SNS でお願いします。なんか DM とか私ね見れたり見れなかったりするんですよね。なんかあれってみんなの分表示されてるのかな、ちょっとあんまりよくわかんないんですよね。私も本当 SNS 無頓着すぎてあんまわかんないんで、ちょっとなんかよくわかりやすいものがいいですね。例えばX とか、はい、旧 Twitter ですね、 X で私の仰天ゆりなとかハッシュタグ仰天ゆりなとかつけてくださって、なんかこの歌とかどうですかみたいな意見くださったりとかしてくださるともう嬉しいかも。の方が 100% 表示されるからね。他の SNS とかだとちょっとなんかあんま見方わかんないんだよなマジで。DM とかも見てるんですけど、なんかもう全員のが全員表示されてんのかちょっと知らんし、そうそうそう、なんかまあ一応自分が見れる範囲では見てるんですけど、まあなんかそれが全てかわかんないじゃないですかだからちょっとわかんないね。まあ TwitterX が一番いいかなって思ってます。なんでまあよかったらなんかこの歌を歌いとか、まあ、ちょっと何歌うかマジで決まってないんですよね。え、歌える歌がない、何歌ったらいいんだろう。おいおいおい、歌の練習してないから本当にやめて、かもうちょっと余裕、そんな余裕ねって感じでね、私の知ってる歌でお願いしますね。私が歌ったことある歌って言ったらいいのかな、私が歌ったことある歌でお願いします。なちょ一から歌詞覚えてってやるちょっと時間がないので、ゆりなちゃんが前歌ってた曲のな、歌ったことある曲の中でこれなんかどうですかっていうアドバイスをいただけるとゆりなちゃんすんごい助かります。まあそんな感じですね。あと一人で歌っても歌えるもんにしてくださいね。なんか追っかけとかある曲だと一人で歌えないんで死んじゃうのが。まあでも歌うのは2曲ぐらい歌おうかなって思ってます。なので2曲分、2曲、ん?2曲はい歌おうと思って、まあ
感じかな。そうですね、まあそんな感じかな、ショールームに関しては。まああとはなんだろう、あとなんかあの私のファンクラブのさ、オンラインのガチャガチャあるじゃないですか、あれがなんか来週の月曜日までらしくて、あとまだなんかそのなんだろう、あの上の方のさ枠がもう決まっちゃってるショーのやつがね、あとまあちょびっとだけ余ってるらしくて、そうだからまあそれとか、あとなんだろう、あとなんか AKB の待ち受け画像なんちゃかんちゃみたいな、私いたんだよね写真に、いいね押してるんだけど、それとかかな。あこれ9月度の待ち受け画像ポイントで DL 大規模待ち受け画像、今月待ち受け画像を追加、お待ちなにょにょなくーって、これね、これあとこっちの生写真の方もね、これねゆなちゃんねいますから、ゆなちゃんのビジュアル見ました？まあなんか普通って感じでしたね。これですね、これね、あこれもう終わったか、19までやって終わっとったわ、終わっとった、昨日までやったわ、どんまい。あと何、あとなんだろう、あと あと舞台ね、あの今絶賛お稽古中、もうこの後も私お稽古なんですけども、お稽古のそのあの申告率でね、あるんですけど、ちょっと待ってよ、昨日ねその自分で SNS にさ書いたんだけど、ちょっと待って、あれこれ9だな、新しい日程スケジュール、あこれだこれだこれだ、9月27日から10月1日でですね、27日が18時半、28日も18時半、あちなみに27日が音符チーム、28日が星チーム、あこれダブルキャストの人がいらっしゃるんですよね。で29日がこれ追加になってですね、13時からの公演が一公演追加に、なりました。これあこっちだよね、星で次が音符、18時半が音符で、30日が13時から星、18時から星で、ラスト10月1日14時から音符で選手役になります。なのでそうですね、うん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 、そうですね、赤もいないかな、そうですねみたいな感じで感じで、感じになります。なんで全何公演になったんだ、1,2,3,4,5,6,7 公演かになりましたんで、
って感じで、よしじゃあちょっとそろそろもうゆりなちゃんも行く準備をして、お稽古に行かねばならないので、ちょっとこの辺で終了にしたいと思います。ランキング、13位もちのすけさん6周年おめでとうありがとう。12位シュガーさん、11位ニューネームさん、10位トシさん、9位リッチーさん、8位シンドさん、7位チカイシーさん、6位サキモリさん、5位マイマツさん、もう来週だね稽古頑張ありがとう。そうなの早いね。4位サーマスさん、6周年おめでとう、これからもよろしくねだってよろしく。3位ヤングさん、6周年おめでとうだってありがとう。2位ヒカリン 400X さん、6周年おめでとうありがとう。そして今日の第1位はナッティさんです。はい、というわけで今日も見ていただき本当に、ありがとうございました。また明日の、ちょっと明日のね、なんかね、ちょっと明日と、ちょっと何時にやるか分かんない、なんか稽古スケジュールもさ、結構その時のさ、稽古の感じで割と変わっちゃったりとかするから、ちょっとね、なんともスケジュール的に言えなくて申し訳ないんですけども、まあでもできるだけ、まあちょっと稽古行く前にやれたらやりたいなとか思ったりもするんだけど、まあちょっとって感じです。うん、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また、明日のショールームで、お会いしましょう。それじゃあバイバーイ。